AI バブルの裏で足元の崩壊が止まらない。そしてついに2008年のリーマンショックを上回った。こんにちは。米国経済解説系兼 YouTube 最大のレバナンス専門チャンネルのレバナンス一本リーマンです。前回の動画では商業用不動産が崩壊の危機に瀕していることをお伝えしましたが、その動画の最後に住宅不動産はさらに危険だというイーロンマスクのツイッターも紹介させていただきました。これから起こり得る崩壊は商業用不動産によるものなのか、住宅用不動産によるものなのか、これは誰にもわかりませんが、どちらにせよ不動産 オーナーーナににに融資ををしていいるる銀行セクターは市場類見見ななほどの崩壊に見舞われることになりますそして本日、いくつかの最新データが発表されましたので、それぞれに関して定量的に解説していきますが、誰にも気づかないうちにいくつかの指標にて、2008年をすでに上回るほどの崩壊が発生していることを、この動画をご覧の皆様だけにご理解いただきます。脳書きを垂れる前にこのチャートをご覧なさい。これは、倒産の危機に陥っている米国銀行に FRB が貸し出しているレンディングプログラムです。一番左側 あの3月8日ほとんどなかったのに左から2番目の3月15日に急に貸し出し金額が増えたのはこの頃シリコンバレー銀行をはじめとするいくつかの銀行が破綻したことが発端となっていますこれは毎週更新されていますが数日前の6月14日の最新データを見ても全く減少していないということがわかりますつまり未だに銀行の危機は続いていて今まさにこの瞬間も銀行は FRB や政府から融資を受けているのはこれがないと銀行はすぐにでも破綻してしまうからです原因は様々 ありますが、一番大きいのは利上げによって、マネーマーケットファンド通称 MMF の金利が魅力的になり、多くの米国国民が預金を引き出して、MMF に資金が流入されていることです。こうして銀行の預金がどんどんと引き出されていますが、銀行は基本的に流動性のある資金はほとんどありません。これを用意するためには、銀行も保有している商品を売ればいいのですが、利上げされている現状、債券価格は大幅に下落しているため、今売ってしまうと莫大な損失になり、資金がショートし破産することになります ありますですので今毎週約300ビリオンドル1ヶ月で言うと1200ビリオンドル日本円で168兆円程度の資金が銀行セクターから流出していることになりますこれが3ヶ月続いているので500兆円の資金が銀行から消えているんですこれがいかにとんでもないかというのは日本の国家予算で言うと5年分の国家予算がたった3ヶ月で解けたことになっているということです先ほど申し上げたように現時点で銀行を襲っているのは大きく分 1> 1莫大なな預金引き出し2異常な利上げによる債券価格の巨額損失この二つで今銀行株に大暴落が起きていましたが、この二つの矢の他に、さらに大きな二つの矢が飛んできている状況です。一つは前回の動画でお話した商業用不動産の崩壊です。これはまだ実際全貌が現れていませんが、現在コロナショックの時のリモートワークの余波で、今もオフィス需要は減少し続けています。これによってオフィスのオーナーたちはテナントたちの契約解除が止まらず、 収入は加速度的に減少している状況です。このチャートをご覧なさい。商業用不動産ローンは5.3兆ドルもの市場規模になっていますが、これはこの3年の間で満期が来ることになっています。そしてその30%は中小銀行や地方銀行が保有していることがわかります。中小銀行の現状については前回の動画でもお伝えしましたが、基本的に地方銀行はキャッシュをほとんど持っていません。ですので商業用不動産ローンが返済できなければ中小銀行はそのまま破綻となります。ただでさえ 今の状況で政府から莫大な公的資金を注入されていますが今後桁違いの注入がさらに必要となってくるというのです銀行破綻を放置しないのであればそれがいつ起きるのかというと今年の年末から少しずつ起きるというのがモルガン・スタンレーの有料レポートから判明しましたこのチャートは年次ごとの商業用不動産の満期がいつ来るのかそしてどの程度の規模になるのかが示されていますこれを見ると今年末の2023年は去年と同じぐらいですが約450億ドルそして来年 2024年には約500億ドル。再来年の2025年には520億ドル。2026年は540億ドル。2027年には560億ドルというふうに毎年のように増えていく予定になっています。商業用不動産のオーナーたちはオフィスの需要が低下して賃料も下落しているため収入はガタ落ちの状態です。商業用不動産は満期になれば借り換えをしないといけないのですが、現在銀行は貸し出し基準を異常に上昇させて融資は必要最小限に抑えています。 いるため銀行はもう貸せないよといえばデフォルトが確定します。 ほぼ即死状態です。このチャートをご覧なさい。これは青が昨日の動画でも出した米国の全銀行の貸し出し基準を左軸。赤は諸行不動産ローの支払い延滞率を示しています。支払い延滞率とはデフォルトになる手前の状況で毎月の支払いを延滞している額がどれぐらいなのかですが、それを前年同月比で表しています。これを見ると青の貸し出し基準が上昇すると赤の支払い延滞率も上昇していますが、どちらが先に来るのかは毎回異なります。しかしながら今回青の貸し 出し基準が急上昇している最中で、これは商業用不動産ローンの支払い延滞が今後も上昇していき、行き着く先は商業用不動産のデフォルトがドミノ的に発生していくということが想定されます。さて、ここまで聞くと銀行側も貸し出し基準を下げて貸せばいいじゃないかと思うかもしれませんが、オフィスオーナーたちは収入が激減しているので、儲からないビジネスに融資してしまうと、それは銀行にとって不良債権となってしまうんです。しかもまた今貸してしまうと、その追加融資の分も不良債権になり 銀行の損失は拡大することになりますですのでできるだけ早めに借り換えは切って商業不動産オーナーたちをデフォルトさせに来ますだって損失は今もうすでに出る予定ですが今後さらに膨らむ前にその早めに手を打つことで損失を最小限に抑えられることができるんですこれが今年末から少しずつ出てきて来年再来年とどんどんと加速していきます銀行側も担保の物件は差し押さえに来ますが収入の低いオフィスなどは誰も欲しがらないためその価格は 暴落し続けるるここことととととににになります。す。銀行っっててもも、不動産オーナーナ最悪の時代がこれから来るということですそんな中、動画の冒頭に戻りますが、イーロンマスクが商業用不動産はものすごいスピードで溶け出している。そして次は住宅不動産だというツイートをしました。これによって不動産市場の暴落に拍車がかかっていますが、現在、住宅不動産が次に溶け出すってどういうことなんでしょうか本日の物語は、米国の不動産情報サイトのレドフィンからですが、タイトルは不動産投資家は 今年年ののの第一四半期の前年同期前同比で記記録的な49%の下落を経験という記事から始まりまりすこの記事を最初から読んでいくとこれから投資していく気が失せてしまうのでできるだけマイルドに解説させていただきます。念のため言っておきますがこのチャンネルは今は売れとかノーポジがベストだというつもりは一切ございません。資金を一括で投入したいのであれば今はこれだけリスクがあるということをお伝えするために現在の経済状況を多角的な視点で解説しています。積み立てであれば継続すること 自体は全く反対するつもりはありませんしそれは去年の6月から積み立ては始めてもいいと申し上げてきましたしそもそも私ごときが他人の投資スタイルにどうこう言う資格はございませんただし今は非常にリスクが高くなっている状況で特にバブルのリスクだけではなく逆イールドが進行している状況でリスクは株価の上昇とともに高まっているということはしっかりご理解いただきたいと思っています少なくともこのチャンネルでは事実を正確にお伝えしこの事実に対して私の数値分析の上で個人的な意見を申 それでは早速中身に入っていきたいと思いますが、動画のサムネかタイトルに2008年を超えたと言いました。それは事実で、このチャートをご覧なさい。これは米国のの不動産投資家が物件をを買う値段の前年同期,比を市販期ごとでで集計したデータです。つまり、不動産価格家の値段ですが、2023年の第一市販機は前年比でマイナス49%というとんでもない数字を叩き出しました。これは2008年のリーマンショックの時の不動産価格の大暴落を上回ったという異常事態になっています。 あくまでも平均値ですがコロナショックから異常に上昇した住宅価格はここ最近にてさらに異常な速度で下落していることがわかります。この崩壊のスピードは2008年のリーマンショックさえも上回る尋常ではないスピードで下落している様子がわかります。ちなみにこのレルフィンは日本でいうスモのような住宅情報サイトですが、住宅関連で言うと最も巨大な企業ですので、ここが誤ったデータを出すことはまずありえません。一応他のサイトなども見てチェックしましたが、多少のズレはありますが2008年の崩壊を 上回るるスピードでで下落ししているといとう事実は変わりありあませんでしたここで絶対額で言うと2008年のリーマンショックの王族の方が大きいと思うかもしれませんが、米国というのは先進国の中で唯一人口が増加しており、それに伴って住む場所も必要になっていることから、不動産価格は暴落を挟みつつ、年々と上昇している市場です。ですので、絶対値で比べるよりも、その下落スピードを見る方が賢明だと考えています。それを週ごとのデータで見ていきたいと思いますが、ここに書いてある通り、アトランタ、 マイナス66%の下落。シャーロットマイナス66%の下落。コロンバスマイナス48%の下落。デンバーマイナス50%の下落。ジャクソンビルマイナス56%の下落。ラスベガスマイナス60%の下落。ナッシュベルマイナス60%の下落。ナスオカウンティマイナス67.9%の下落。オーランドマイナス55%の下落。フィラドフィアマイナス56.5%の下落。ポートランドマイナス45%の下落。 他にも下落しているところはありますが、これらの全米ののの平均をとと、っっててみるとマイナス48.6%下落となっています。このように商業用不動産はこれから満期を迎えるため崩壊するかどうかは銀行次第ですが住宅不動産市場はもうすでに大きな崩壊が始まっている状況ですではその商業用も住宅も今後どうなってしまうのかここが気になる部分だと思いますがその答えはやはり危険水位となりそうですこのレポートは MSCI が全不動産市場 インデックスととしてまとめたものですがこのチャートを見てもやはり下落は始まったばかりである可能性は非常に高いですつまりこれからまだまだ下落していく可能性が高いということです前年同期比の棒グラフを見ても棒グラフが更新されるたびにどんどんと崩壊度合いが大きくなっていることがわかります下の表を見てもオフィスや商業用アパートそして全不動産のインデックスを見ても1ヶ月でオフィスではマイナス0.8%インダストリアルはマイナス0.5%リテ リテールもマイナス0.5%、コマーシャルはマイナス0.7%、そしてアパートはマイナス1.5%ですが、これを3ヶ月で見てみると、さらに増えていて、オフィスマイナス2.7%、インダストリラルマイナス1.5%、リテールもマイナス2.3%、コマーシャルもマイナス2.4%、アパートもマイナス5.2%というように、この下落がずっと続いているということがわかります。1年で見てもそうですね、アパートなんてのはマイナス12.1%もこのインデックスが 下落しているんです果たしてこの不動産市場の崩壊はいつまで続くのでしょうか今回お見せしたデータを見る限りやはり崩壊は始まったばかりですが株式市場ではそんなことに目もくれず AI バブルだけが注目され特定の銘柄だけが上昇して指数を押し上げている状況です。ここ数日ではそれ以外も買われましたがバブルというのは盲目的に何でも買われる局面です。ですので私の方針は変わらず今は一括はせずに去年の6月から一定 うその積み立てのタイミングや今の保有銘柄で興味がある方はメンバーシップにて一部を少しずつ公開していますので参考にしたいとかもし興味がある方は概要欄にあるリンクからご検討いただければと思います最後に混沌とした米国経済ですがこのような暗雲のし込めている世界経済の中でいいニュースもあります テスラを含むナスダック100銘柄はとんでもない高値圏にいますが今後ナスダック100に入るかもしれない上場前の銘柄に投資できたらいいなと思った方はいらっしゃられないでしょうかそんな方々にのみ紹介ですが世界の有料なニコン企業に投資できるファンド非常ドッ c o m に新たなファンドが募集されましたこの新たなファンドはこのチャンネルをご視聴の皆様ももちろんご存知の企業だと思いますがもちろん私も投資しています上場前のニコン企業にはメタ、ウーバー、パランティアなどのように多くの機関投資家が上場前 に投資した銘柄は上場後に爆上げしましたがこのような上場前の銘柄に投資できるのが非常場 .com ですお金入れなくても無料の登録さえしておけばどんなところか見ることが ますこのような企業は大きなリターンが見込めますがそれと同時に大きなリスクもありますので余剰資金の中でサテライ的な感覚で検討してみてはいかがでしょうかそして株や債券以外にもポートフォリオを分散させていきたいかつ金利は安定して5%程度は欲しいと思う方もいらっしゃると思いますそこで不動産投資のクラウドファンディングを紹介していきたいと思います皆さん金持ち党さ産貧乏党さ産のロバート教席さんの本を読んで不動産投資やりたいと思ったことはいますでしょうかでも不労所得って日々 引きが心地いいい一方でで敷居は高いですよねまず物件を探すところから始めて大金はたいて買ってそれを貸し出して変な人に借りられたらみたいないろいろな面倒くさいことがありますが何よりもめちゃくちゃお金がかかるので銀行からの融資をもらったりしないといけないただ今回紹介する不動産投資のクリアルではそんな面倒くさいことをすべてすっ飛ばして想定利回り4から5.5%を1万円からネットで不動産投資できます クリアルは上場企業が運営している不動産投資型のクラウドファンディングです。無料の簡易登録をすれば第三者が査定した不動産の鑑定評価額も見れますので、不動産投資の初心者でもできます。そもそも不動産のプロが厳選した資産価値の高い物件を取り扱っているので、サービス開始から現在まで元本割れはありません。もし気になる方は概要欄にあるリンクから 簡易登録をしてどんな物件があるのか見て検討してみてください。先ほどのこの非常ドッ c o m はここに概要欄の中にリンクを置いております。今回解説したような記事はすべてムームー証券から速報が出てきましたので、まあ、もし興味があればこのムームー証券速報が見れる、お金入れなくても速報が見れるサイトですので、投資講座プラットフォームですので検討してみてはいかがでしょうか。ということで本日の動画は以上となります。それではみんなで資産を爆発的に増やしていきましょう。ご視聴ありがとうございました。